それじゃ、この動画から分数の掛け算っていうのをやっていきたいなと思います。ま、今まで分数の足し算とか引き算をやっましたよね。え、通分をして分母を揃えてから足し算や引き算をすると。ここからは分数の掛け算です。ま、でもいきなり分数の掛け算、分数かける分数はちょっと難しいと思うので、まずは分数に整数をかけたらどうなるんやろうっていうのかを考えていきたいなと思います。 思います。分数かける整数です。そしたらまたちょっと A を使って考えようか。こういうのがあったとして、ちょっと大きな。ま、こういう入れ物があったとしようか。これ前にも出てきたことがあるやな。えー、水を入れれる入れ物があったとします。ま、ビーカーみたいなもんやね。そんで、これにそれぞれ2つ、こうビーカーがあんねんけど、これはメモリー1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ね。 この10のうち、これ10で1リットルになりますよと。これで1リットルなここまでで。え、そのうち、え、10分の3リットルずつ入っていたとします。7、1、2、3、ここまでね。こっちらには十分の3リットル入っていますよと。こっちらにも10分の3リットル入っていますよと。そしたら、これを合わせて、 何リットルですかってかと言われたら、ま、これ10分の3たす10分の3で分数の足し算で考えてもいいけど、これ10分の3が1つ2つあるから、かけ算にして、10分の3かける2っていうふうに考えてもいいやな。そしたら、10分の3かける2ってどうなるんやろ。ま、でもこれはそんなに難しく考えることはないです。10分の3が2つ分あるので、 ま、十分の三たす十分の三したらわかるように、これ、三二が十分の六になるやな。OK。つまり何をしたかっていうと、分数と整数をかけるときは、この整数の部分は、分子の方にかけてあげたらいいんです。分子の方にかける。なのでちょっと式の形を変えて書くと、こういうことだよね。十分の三かける、 2になること、上にだけかけてあげるってこと。だってこれ下にかけちゃったら10、1 0る2にするってことは、20個にこれをメモリを分けるってことやろそんなことはしてへんやな。10個のまんまのメモリのやつを3つずつが2つあるから、この上にだけ、分子にだけかけてあげたらいいやね。ま、あなので十分の6になりますよと。こういうふうに分数かける整数の時は、整数を分子の方にだけかけてあげてください。